こんにちは。私さ、見てないんだよね。いやさ、なんかいろいろと広告とかで上がってたみたいなんだけど、あえて見なかったね。じゃあ行きます。おーっと、え、セメク、セメク、セ、あれ、こっちか、こっち、あ、セメク、待って、ファーがついてる、すごい。デヴィ夫人がつけてそうな装備をつけてる。で、セメク、違う、なんでセメク、あ、いた、セメク、違う、これリリアバースデーだ、やった。え、待って、かわいい、待って、リリア可愛くない？見て、みんな。え、めっちゃ可愛いじゃん、このリリア。え、可愛いリリア。しかも強くない？結構。へぇ、え、なんか美少女感すごいね。やっぱリリアってあれだよね。こういう可愛い系の方が似合うよね。だイベント SSR もリリア可愛い系望んでる人多くないって思うんだけど、どうなんだろうね。わかんない。私はちょっと可愛い系望んでるなっていう節はあるね。リリア、あ、これ！やっ！あ、あ、すごい！全然雰囲気違うじゃん、カリムと。センス持って、すごいですね。もう、アトベ敬語になりつつある。ビルト？へぇー、引くわ。いや、引くつもりだったけどね、前もって。どうしようかな。2凸したい、2凸以上はしたい。いいじゃん、セメク似合ってる袴。ほんと全然イメージ違うんだね。デビル。うわぁ。日本人形でありそう、こういうの。すごいね。このさ、アミアミって、なんか、すごい色気が出るね。アミアミって色気出るよね。セメク絶対引くわ。ちょっと、え、何凸しよう、2凸ぐらいしようかな。めちゃなんかセメクっぽく、でもあれなんだ、帽子かぶったままなんだ。セメク髪下ろせって言ったよね、私。あとラギーとケイト兄弟と聞きに行ったな。おー、ラギー、なんか髪上げるの珍しくない？ラギー上にさ、マフィンみたいのついてるよ。モンブランクリケットってこういう髪型だよね。わかる？モンブランクリケット。で、ケイト。あ、ケイトはもう変わんないな。もうちょっと違うね、ケイト。へえ、いいじゃん、ラギー。ということは、これ、ラプンツェルモチーフのカリムイベント来ちゃう？いや、関係ないけどね。いや、セベクは引きます。セベク引く。絶対引く。パーソナルストーリー3は。何やるんだろうね、今年。同じようなことやるのかな。え、このセベクでいいな。このセベク普通に好きなんだけど、イラストが。何を持とうとしてんだろう。あれかな、夢と希望かな。あ、セバさん、なんか、私さ、スタバの新しい新作が出るって聞いてさ、なんか最初さ、空見したんだよね。なんか抹茶のやつ出るらしいんだけど、それがね、米津玄師モチーフラペチーノって見えたんだよ。でもね、実際は違くて、米津玄師モチーフラペチーノじゃなくて、調べますね。抹茶玄米茶モチーフラペチーノらしいね。抹茶玄米茶モチーフラペチーノ。よし、行こう、セベック。あと、リリアのね、バースデーもあるからね。いや、どうしようかなって感じ、これ。参ったね、本当に。困っちゃうとね、その推しがいっぱい来ると。ね、1月1日 ?12 月31日からで。え、こっちは何日から来んの？このセベックは。これも12月31日からか。かぶってるじゃん。2枚抜きする？ 2 枚抜きっていうか。いっぱい課金しないといけないよ。ディアソムには来すぎじゃない？ちょっと、いきなり。いやー、あのさ、ごめん、リリアのさ、バースデーとか、ディアソムニアのバースデー、ユニオンとかさ、その毎年来るじゃん。だから、これだけはちょっと突しない方向で行きたい。もちろんさ、カンストじゃなくて、パワーアップとかは全て果たすんだけど、ちょっと、それ、カリムとシルバー以外は、ちょっと、バースデーはね、突はなしにさせてほしいね。